1965年のケ k スワローズでは、1965年の国鉄スワローズ及びケ k スワローズの動向をまとめる。この年のケ k スワローズは、林吉和監督の2年目のシーズンである。国鉄スワローズとしてシーズンを開幕したが、4月23日、国鉄が球団の経験をサをケイ新聞と富士テレビに譲渡することを発表し、5月10日から、 チーム名をサンケイスワローズに解消した。前年オフにエース、金田翔一が B 級10年選手の特権を行使して巨人へ移籍したことで国鉄スワローズの身売りは時間の問題となったが上渡先が判明しないままシーズンを迎えた。この年は緊縮政策により金田は元より宮本俊夫ら一部の選手を整理したことで戦力は大幅低下。 大方の予想は最下位は、元より30勝も危ないと思われ、スタート当初はどん底状態だった。そんな中4月23日、国鉄が球団の経験を産経新聞、フジテレビに譲渡することを発表。ここに国鉄スワローズの幕が下ろされることになり、その後4月26日に球団譲渡をきっかけにチーム一心を図ろうと、林義和監督が辞任。 すなしく二都市ヘッドコーチが3年ぶりに監督に復帰、そして5月10日からチームはサンケースワローズに変更された。なおすでに産経新聞は神宮球場移転を前提として1962年の段階で球団に資本参加している。金田が抜けたことで懸念された投資陣は何とか踏ん張ったが打線があまりにも貧弱となり、 結局三 k 初年は最下位でスタート。それでも勝利数は44勝とチームとしては頑張った方であった。カード別は前年優勝の阪神には12勝16敗と検討するも V9 がスタートした巨人には7勝21敗、2位の中日には同一カード13連敗を含めて3勝22敗3分の惨敗だった。オフに水のオーナーは この年南海監督を優待した鶴岡和人を新監督に招聘すべく東京と争ったが鶴岡の後任、影山和夫が就任4日で急成鶴岡は南海監督に復帰となって破談結局新監督は飯田徳次ヘッドコーチとなった川本はドラフト1位拒否の第1号ありがとうございます